ターボチャージャーターボチャージャーは排気の流れを利用してコンプレッサー圧縮機を駆動して内燃機関が吸入する空気の密度を高くする下級機であるターボチャージャーは主に排気ガスの流れを受けて回転するタービンとタービンの回転力を伝達するシャフト、伝達されたタービンの回転力で空気を取り込んで圧縮するコンプレッサーそして タービンとコンプレッサーの周辺の流れを制御するハウジングで構成される。コンプレッサーには遠心式圧縮機が利用され、タービンとコンプレッサーは1本のシャフトの両端に固定入れていて、タービンとコンプレッサーは同じ回転速度で回転する。エンジンが吸入する空気の密度を高めて、より多くの酸素を燃焼室に送り、 より高い燃焼エネルギーを得るのが下級器であるが、コンプレッサーの動力をエンジンの出力軸から得る機械式下級器にべ、通常は排気される排気ガスの運動エネルギーを回収して駆動されるため効率が高い。タービンの回転速度は自動車用など小型のものの場合、20万 RPM を超えるものもあり、高温の排気ガス800摂氏900度を直接受ける。 軸受けはエンジンオイルで潤滑される場合が多く、エンジンには高温環境に耐える性能が求められる。また、エンジンを停止すると、オイルポンプによる循環が止まるため、高負荷運転によって高温になった状態でエンジンを停止すると、軸受けの焼き付きや、滞留したオイルがスラジを発生する原因となる。これを防ぐために、自動車の取扱説明書などではエンジンを停止する。前に、 アイドリングを続けて、熱を冷ますことが推奨されている。スイスの蒸気タービン技術者であるアルフレッド・ビューヒヒによって発明され、1905年に特許が取得された。1912年に、ドイツのルドルフ・ディーゼルが、ディーゼル機関車の低回転域のトルクを向きさせるために、ビューヒヒの在籍していたスルザー車と提携し、ターボチャージャーを導入しようと試みた。ビューヒヒの ターボディーゼルエンジンは1925年には完成し、船舶を中心に広く普及した。1942年に大日本帝国で初めてにストロークディーゼルエンジンにターボチャージャーが導入された。満車製ユニフロ早期式ディーゼルエンジンをベースに三菱重工業が軍用船舶向きに開発しもので、ルーツブロワーにターボチャージャーを直列接続された。 開発当初は、ルーツブロワを中心に下級を行っていたが、次第にターボチャージャーに下級の比率を移行させていき、最終的にはターボチャージャーのみでの駆動に成功し、1944年に特許を取得した。しかし、大日本帝国海軍の軍用船舶への導入は、終戦までには間に合わず、船舶への初採用は、戦後の旅客船、マイコマルであった。 日本では試作レベルのものが、来電、五式戦闘機に搭載された例があるが、実装に問題があり、実用化はできなかった。市販のガソリン自動車用としては、1962年にアメリカのゼネラルモーターズ、GM が、オールズモビル F85 とシボレコルベアにオプションで設定したのが最初であった。 欧州車では1973年の BMW2002 ターボに初採用された。1978年には B&W が白用ニストロークディーゼルエンジンに制圧下級方式のターボチャージャーを導入して熱効率が向上した。日本車では1979年の日産、セドリック、グロリアに初採用された。日本において 1980年代の後半は、普通乗用車3ナンバーと小型乗用車5ナンバーの自動車税の差が大きく、5ナンバー39,500円、3ナンバー 3,000cc 未満81,500円、小型乗用車の排気量上限である 2,000cc のエンジンにターボチャージャーを搭載する車種が高級車やスポーツカーを中心に増えた。また当時のターボ搭載エンジンにおいては、 ノッキング対策のため意図的に混合儀に含まれるガソリンの割合を高めており、それも燃費悪化の要因となった詳細は短所を参照。またディーゼルエンジンはノッキング対策が不要なことなどでターボとの相性が良いため、ディーゼル車ではターボ搭載は積極的に続けられている。2005年以降、フォルクスワーゲンはエンジンの消費器量化して、 ターボチャージャーによりトルクや馬力を補うダウンサイジングコンセプトを採用する車種を増やし、他の欧州メーカーも追随している。旧来のターボチャージャー付きエンジンではノッキングを低減するために空燃比を濃くしていたため燃費の向上が難しかったが、ダウンサイジングコンセプトを採用する近年の車種では燃料供給装置の直噴火によって空燃比を濃くすることなく、 ノッキングが対策を行っている。2013年以降は日本のメーカーも欧州の状況に追随して燃料噴射の直噴火との併用によるターボ搭載がなされるようになったスバル、レボーグ、日産、ジューク、ホンダステップワゴン、トヨタオーリス、スズキスイフトなど。また欧州では乗用車へのディーゼルエンジンの採用にも積極的であり、その多くに ターボが装備されている。日本市場におけるディーゼルエンジン、ターボ搭載の乗用車への販売も徐々になされるようになってきた日産、エクストレール、マツダ CX-5、アテンザ、アクセラスポーツ、デミオ、CX-3、パジェロ、トヨタランドクルーザープラド等。エンジンの出力軸から機械的機構を介して動力を得るスーパーチャージャーは機械損失。 メカニカルロスが生じるが、ターボチャージャーは排気ガスの熱や運動エネルギーとして、排気されるエネルギー、排気損失の一部を利用して駆動するため、エンジン出力軸の機械損失がなく、わずかな排気抵抗が生じるのみである。一般的にシリンダー内の燃焼で得られるエネルギーのうち排気損失なるのは40%とされており、ターボチャージャーは7から10%を回収できると、されている。 一方で、吸気の配管と排気の配管の両方がターボチャージャーを経由するため、エンジンルームのレイアウトが複雑化する。また、自動車などのように、エンジンの回転速度が運転中に大きく変動す。用途では、低速回転から高速回転への加藤運転時に、タービンが十分な過級圧が得られる、回転速度に到達するまでに遅れが生じる。 ターボラグと呼ばれる現象が発生しやすい。すなわちスロットル操作に対するエンジンの出力上昇に遅れが生じやすい。ターボチャージャーの軸受けは高温となるため耐熱性の高いボールベアリングが用いられる場合や、オイルを循環して冷却、潤滑を行っている場合が多い。自動車などの用途ではエンジンオイルで冷却、潤滑しているためエンジンオイルの劣化が進みやすい。 ターボラグの影響を小さくする方策として、ターボチャージャーを小型化するなどの方策は各メーカーで行われている。下級器は吸入空気を期間に圧走するため、単位排気量あたりの出力が向上する。しかし一方で、出力増加に伴って燃焼温度が高く、シリンダー内圧が高くなるためヘッドガスケットや、シリンダーヘッド、シリンダーブロックの強度やピストンの耐熱性を、 高くする必要がある。コンプレッサーによる圧縮やタービンからの熱伝導により、吸気温度が高くなる。インタークーラーで圧縮後の吸気を冷却し、空気充填率の向上を図っている例も多い。ガソリンエンジンの場合は、下級によりエンジンの圧縮工程で、混合気がより高温になるため、デトネーションが発生しやすくなる。この対策として、同形式の自然吸気エンジンよりも、 圧縮比を低く設定したり、空燃比を濃く設定する場合がある。圧縮比を低くした場合は、下級効果が得られない回転域で熱効率が低下し、自然吸気エンジンよりも出力が低下する。また、空燃比を濃くすることで、走行燃費が悪化する。近年ではガソリンをシリンダー内に直接噴射する技術、ガソリン直噴エンジンにより、 圧縮工程では空気のみを圧縮するようになったため、デトネーションの問題が解消され、2010年以降の乗用車では排気量を小さくして、車重を軽量化して下級機によって出力を補い、総合的に走行燃費を低減するダウンサイジングコンセプトを採用する例が増えている。ターボチャージャーは船舶や発電機、建設機械、鉄道車用、 自動車などで広く利用されている。特に船舶や発電機などエンジンの回転速度が大きく変化しない用途ではターボチャージャーの説をその運転条件に最適化しやすくターボチャージャー特有の欠点であるターボラグが発生することがないため適している。またディーゼルエンジンは空気のみをシリンダーに吸入して圧縮を行め、ガソリンエンジンで生じるデトネーションが起こらず 部分不快機においても、吸気経路を絞らないため可吸器との相性が特に良い。自動車などでは、ディーゼルエンジンを搭載したトラック、バスのほか、モータースポーツ用車両やスポーツカーなどでも一般的に用いられる。ターボチャージャーを搭載した初の市販車は1973年デビューの BMW2002 ターボである。日本国内では1979年デビューの日産。 430型セトリックが初めてターボを搭載したグレードを登場させ、以後ブルーバードやスカイライン等の主力車種にもターボ搭載モデルが誕生。日産自動車は国産ターボ車の先駆けとなった。路線バス用の車種は2005年後半からダウンサイジングによって燃費やデガスを低減するためにターボチャージャーを搭載する例が増えてきている。F1 ではかつて ターボエンジンが全盛だったが、ホンダがウィリアムズに供給していたエンジン、RA166E でも 1500ccV 型、6気筒ツインターボの構成によりレース中で 776kW、1055馬力を成したと言われ、安全性を理由に1987年からレギュレーションにより、下級圧制限が加えられ、1987年は最大4バー、 1988年は最大2.5バー。1988年シーズンを最後に下級機の使用が禁止された。しかし、2014年からは 1600ccv 型6、気筒エンジンにシングルターボを組み合わせて使用することが可能となった。2010年代以降、欧州メーカーの乗用車では、小排気量のガソリン直噴エンジンを採用して、 エンジンを小型軽量化しながらターボチャージャーにより出力を補うダウンサイジングコンセプトを採用する車種が増えターボチャージャーの搭載車種が増えつつあるロープレッシャーターボやツインスクロールターボを採用し低回転から中高回転までフラットな特性で大きなトルクを発生させてる日本の乗用車では軽自動車にターボチャージャーが採用されるケースが多いまた かつては自動車税の税額が3ナンバーと5ナンバーで大きく異なっていたため5ナンバーボディには排気量 2000cc 以下のエンジンにターボチャージャーが利用されるケースが多かった航空用エンジンでは1950年代までは多くがレシプロエンジンだったことから気圧の低い酸素の少ない航空での出力維持のために下級機の研究が行われた当初は 機械式のスーパーチャージャーが採用されたが、次第にターボチャージャーに置き換わった。フルスロットル時に、所定のエンジン出力を出せる限界高度である、臨界高度、海面高度と同じ出力を発揮できる限界の高さまでエンジン出力を維持するため、タービンに送る排気を高度に応じて、自動的にバイパスリュールを開閉するバルブを搭載しており、気圧の低い高高度では、 バイパスルールを閉じてタービンに送る排気を増やして吸気圧力を上昇させ気圧の高い低高度ではバイパスルールを開いてタービンに送る排気を減らして吸気圧力を低下させることにより地上から臨界高度まで一定のエンジン出力を保つことができるが臨界高度以上となるとエンジン出力が低下していく現代ではジェットエンジンや ターボプロップエンジンの高性能化により、レシプロエンジンを採用するのは小型機に限られているが、航空性能よりもエンジンサイズを抑えながらの出力を増強するために搭載している。なおレシプロエンジンにターボチャージャーを搭載しても、免許は自然吸気と変わらず、ピストンであるため、設計はそのままでエンジンのみターボチャージャー付きにそうした機体を上位モデルとしているメーカーもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。